こんにちは、田中役の平野きなりです。今回の作品の魅力、見どころはたくさんあるんですけど、演出の五戸さんのお力で今回の作品は結構抽象的な表現がふんだんに盛り込まれるような、そんな予感がしておりまして、舞台の美術、セットですとか身につけるお衣装ですとかが、こうちょっと具体的に何かを提示するというものではなく、抽象化した表現、抽象化されたものになっているのがこの作品の大きな魅力の一つになるんじゃないのかなと思っていて、こう演じる身としては頼るものがなくなってしまうので、まあ、大変ではあるんですけど、でもそれはお客様の想像力もお借りしながら一緒に舞台を作っていけたらいいなと思っています。僕が演じる田中は徴兵によって入営した稲作百姓出身の軍人さんなんですけど、そんな彼がある日休暇を取って田舎に帰省するところから物語が始まるんですけど、物語がどんどん進んでいくにつれて、ある事件というかある真相に田中はたどり着いてしまうんですね。でその時に田中の中にあった価値観とか世界観とかなんか概念みたいなものがこう崩れ去っていく瞬間があるんですけども、そこはこの作品としてもそうだし、この田中という役にとっても大きな見どころになるんじゃないのかなと思います。すごく示唆深いなとも思いますし、なんかまあそんな役を演じなきゃこうなくてはいけないので、繊細にでも、まあ、大胆にといいますか、なんかそういうところにも意識して頑張って演じていけたらなと思っております。オフィスコットーネプロデュース、兵卒田中、2月3日から14日まで吉祥寺駅にあります吉祥寺シアターにて上演されます。もうものすごく面白い作品になりますし、もしかしたら見に来てくださるお客様の価値観すらも崩してしまうかもしれない、そんなエネルギーを秘めた作品になると思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。